わ、パンいっぱいありがとうございます。深いメール、とても深い。深い。改めて完売おめでとう、ありがとう。ノリと勢いで3部結構申し込みました。ノリ大事やね。今日は早めに来る気がしてました。そう、ほんまね、10時ぐらいにしようと思ってるんですけど、ちょっと間に合わなくて。わー、パンいっぱいありがとうございます。3部服着るんですねって着させて。いや、8月8日はね、まだ決まってない。お楽しみかな。7月4日が超絶可愛い T シャツ着ようかなと思って。そうだから、もし持ってる方がおったら、あの、これあれよ、皆さんが言ってた日、ドレスコードってやつ。これ黒、え、これさ、黒ってさ、ドレスコードになる？みんなで黒着ようってドレスコードになるかな、これ。そう、なんか、まあ、あの、もし超絶可愛いの T シャツ持ってたら、超絶可愛い T シャツ着れたらなって思う。で、髪型もなんかハーフツインとかしようかなって思って、超絶可愛い髪型にもしようかなって思う。そう。あかん、全然コメント読めてへん、喋ってばっかや。そう。はじめまして、声で気になってお話し会申し込みました。やったー、待ってます。最近のメールの内容熱すぎて気持ち伝わってよかった。そうで、そう、なん、かわいい髪型、うん、ハーフツインか高めツインか、なんかさ、このリンゴちゃんみたいな髪型もしてみたいねんな。甘い、ドレスコードがよう分かってないんやけど。そう、とりあえずもし持ってる方がいたら一緒に行きたいなと思って。でも、どうなんやろ、超絶可愛いですけど、まだ届いてない方が多いらしくて、だから、そう、なんか前も生誕ティーお揃いとかしてみたかったんですけど、生誕祭っていうか誕生日が来てないので、なんか揃えれたらなって思う。あ、そうで、なんか7月4日ばっかり言った。7月18日は大人かわいい。そう、前がね、一目惚れした服があって、それが早く着たくて、じゃあお話し会で着ようって思った。そう、でも1部2部はまだね、服お楽しみにしてて、だから服1部と2部で服は買えるかな。そう、でも7月18日は私服コーデにしようかなとも思って。で、7月23日はこっちのね、こっちの日はフレフレ、まあ多分わかると思うんですけど、でもこれはブカブカ、あ、まあ、スポーティーとティーマイティーちょっとかけた。そう、スポーツの日なんで、そう、まあ、これあくまでもヒントなのでね、うん、ブカ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 好きって言ってたから。こんばんは。スキンヘッドしない。で、7月24日はなんか浴衣はすごい好評らしくて、それからこの日はもう一日中浴衣でおろうかなって思ってます。で、8月7日はメイドさん帰宅後っていう設定で、あの、パジャマに着ます。パジャマ。そうで、8月8日ってね、ちょっとまだ決まってないんですけど、お楽しみってことにしようかな。
そう、やっぱりさ、服決めた方が興味持ってくださるんかなと思って。そうです、これを貼っていこうと思う今日は。まあ浴衣って言ってた浴衣って言ってた、違う、の床暖房、床暖房のコスプレかもしれん。何このめっちゃ白っこい顔床暖房かも。そう、でも何色がいいかなと思って調べとったんやけど、でもね、フーアとかにはやっぱりなんか黒とかが似合うって言われた。黒とか紺とかで、水色もいいなと思って。真夏の床団最悪嫌やな。行きたい日程増えた、やったー、待ってます。そう、やっぱり今日のさ、お昼から始まったからさ、なんかツイッターとかできてたらね、こうお昼から宣伝できたんやけど、ブログも間に合わないので、これは で2、4、6、10個2、4、6、8、じゃあこれを貼っていきたいと思います。そう、なんかね、あの部数追加になったからといって全部が完売してるというわけでもないこともあるっていうのを教えていただいて、そう、でもあのびっくりした、ソールドアウトになってました。ね、ここお楽しみで、ここも一部二部はまだ言ってないかな、お楽しみ。そう、床暖房のコスプレ、床暖房体に巻きつけてるかもしれんしね。デケデデーン、デケデデーン、こんばんは。お仕事終わった瞬間に申し込みました。マジで当たって当たりますように。でもさ、これさ、一部二部用で作っちゃったからさ、物足りんけど。7月4日、7月18日、イエーイ。では次、7月23日、えい。そう、見にくいよな、ごめんなさい。そして、そして、あ、色が違う、2部ね。めこよさん、なんかシールとかね、ハンコ押す系の遊びめっちゃ好きなんよ。嬉しいね。では続きまして、なんかボサって見える。うん、床暖房の日。え、これでほんまに前が床暖房、ほんまに前がマジで床のコスプレしてたらどうします？これ、ま、なんか今冗談で言ってるけど、ほんまに前がマジで床暖房っていうか、腰に、あの体に巻きつけてたらほんまに有名になれるかな。じゃーん、いいね、この埋まっていく感じ。8月7日、いや、まだね、あのちょくちょく増えていく感じかなって思って、だからまさかこんな一気にね完売なられるとは。
そして8月8日、わーい、埋まった。なんか結構ねちょくちょく貼る予定やったのにこんな一気に貼れるなんて思ってなくて、あの想定外なんですけど、ありがとうございます。嬉しいね。醜いアヒルの子、クエクエこんばんは。これはね、ん、こうやって A4 かな、これはまた違う画用紙なんですけど、あ、これ A4 や、これなんやろ、 A3 かな。和田さんショールーム途中で抜けてきました。いいんですか、見に行かなくて。尊敬します。そう、夏といえばやけど、マジであえて床のなんかやったら焦るよな。一生ついていきます。こんばんはね、話題になるかなね、もう多分みんな明らかんで終わっちゃう。パチパチ、いやほんまにかメンバーからの目が怖いわ。ありがとうございます、嬉しい、おめでとう、ありがとうございます。3部追加になったって知って急いで申し込みして、初めての話が当たるといいな。当たりますように。でもまだ部数追加できるように頑張ります。あ、そう、明日ね、思い出した、さっきブログには書いたんですけどね、あの CYNN さんで人狼ゲームがあります。人狼ゲーム、なんかね最近アモングアスっていう、アモングアスっていうなんか人狼ゲームみたいなのがあって、それがね結構ワカニャンとかと一緒にやってて、それもね楽しいんですけど、なんかさ人狼になった時の騙し方が分からへんくて、なんていう攻略法というか、どうやったらどう嘘ついたらいいんかが分からへんくて、ちょっと明日のためにもし人狼になった時のためにちょっと調べとこうと思う。人狼攻略法、A3 は A4 の倍のサイズだよ。あ、そういうことか。倍これ。なんかついてる。本についてた。A4 で A4。白心。A4 で A4。山田さん、クローバーありがとうございます。チャーちゃん、おはよう。遅よう。ゆうちゃんメロンパンありがとう。めっちゃパン食べたくなってきた。塩パン食べたいな。いや、くるみパン食べたいな。B4 と B5。またサイドポニーみたい。サイドポニーはこの日にしようかなって思ってる。フレーフレーの日。フレーフレーの日って何なの。ガシュベルさん、だるまありがとうございます。みゆちゃんメロンパンありがとうございます。そう、なんやっけ、あ、そう、リカティさんのチャンネルで超絶可愛いで人狼ゲームしたんですけど、その時にね狂人役をしたんですよ。じゃあ一発でやられちゃった。
構荒らしてやろうと思ったのにな、何もできずに一発で怪しまれちゃった。お話し会申し込んできた、えへへ、うん、やった。そう、インポスター、インポスターっていうんかな。でもあれ、まああんまね、一回しかインポスター当たったことないんですよ。ずっとクルーのまま、クルーやったっけ、クルーばっか。こんばんは。そう、7期懐かしいね。あれ誰が人狼やっちゃう、マイとアイカか。それでワカナがね、うまかったんよ、めっちゃ。ワカニャンが狂人役やったんですけど、めっちゃうまかった、騙された。でも狂人って人狼役ですもんね。難しい、あ、これ貼っとこう、重ねたらやばいかな。じゃあこれをもうちょっとこっちにやって、でもこっちに移動して貼ります。三部の服装、ちょっと待ってね、ほいこんばんは。前狂人やったんだけど、棒をかき混ぜられたのが嬉し、混ぜれたの楽しかった。でも狂人もめっちゃ難しそう。え、ちょっとほんまにちょっと明日人狼攻略法みたいなの調べてみようかな。難しいよね。なんか占い師って嘘ついたりするじゃないですか。占い師って嘘ついたりとか、え、むずいな人狼ゲーム。ついさっきクリームパン食べた、いいな。床の日よりはフレフレが分かりやすいよ。まあスポーツの日、うん、分かるね。お話し会ブス追加おめでとう、ありがとうございます。こんばんは、末広さん、メロンパンありがとうございます。パン屋店員が通ります、いいな。パン屋さんで一回働いてみたい。なんかさ、パンを掴んで、あのお持ち帰る箱に入れるのがさ楽しそう。タスクやるの楽しいよね。そう、あのタスクだけやるゲームが欲しい、アモングアースの。そう、タスクやってたらな、いつもやられちゃうんですよ。狂人は星になってる、なんやろ、狂人は丸々より早めに役職のふりした方がいい。そっか、狂人、え、YNN さんのやつ狂人やったっけ。そう、ワカニャンがすごかったんよあれ。最後の最後に、こんばんは。あー、読めへん、今持っといた方がいいかな。ゆいとくん、トースターかな、これパン、食パンか、ありがとう。ことちゃん騙したの面白かった。そう、ほんまはね、あれメイン企画は人狼やったんですけど、多分ドッキリしようってなって、琴音さんにドッキリした。そう、アイカもうまいんよ人狼。なんかね、電話しながらアモンガースっていうその人狼のゲームをしたりするんですけど、みんなでもうね、たまに、じゃあこの前フーアとアイカが人狼やって、でも電話してる時はその人狼なったとか言わへんから、そのままやってたら2人と同じ部屋に挟まれてやられちゃった。でもアンジュは
アンジュがね、あのインポスターというか人狼になった時はこう「マイチーマイチー」って追っかけながら言ってくるんですよ。わ、これ人狼やなと思って。アンジュめっちゃ分かりやすいんよ、人狼になった時。末広さん、グッドグッド、ありがとうございます。七木人狼、若菜よかったのに最後の最後にマイティとミサツスを間違えてやってしまったよね。え、そう、でも若菜も、若菜やって、若菜も人狼が誰か分からへんってことですよね。ん？いや、若菜がマイのこと人狼やと思ってたんかな。ん？忘れちゃった。勇気を出して3次申し込みました。神様お願いします、お願いします。ここにも貼れるかな、なんかおめでたい感じ書きたいな。青ペンしかない。意味わからんことしてしまった。なんか思ってたんとちゃう。まあいいか。もうちょっと近くにしますね。見えますか？見えるかな今。これ近くすぎた、前が近すぎ。近くなりすぎちゃうんよ、ね、どうでしょうか。フリープレイでタスクだけできるんや。え、後でやってみよう。ハートありがとうございます。ゆうちゃん、だるまありがとうございます。3部も申し込みました、ありがとうございます。4部制にもできるように。8月8はまだ決まってへんけど、うん、コスプレでもコスプレ多いもんね、ここ結構。あ、こっちや。だからもしかしたら私服かも。でもなんかテーマは決めます。テーマテーマ、これね、眼鏡かけたいんよ、お話し会で。でもね、反射しちゃうから、あのレンズ入ってないやつが欲しい。そう、アンジュはほんまにわかる、すぐ。そう、アンジュが笑いながら「マイチーおった」って追いかけてくるんですよ。アイピ、賞味期限切れたお菓子食べてお腹痛いって言ってました。え、あ、今日なんか朝一起き、朝起きてなんか空腹の状態でベイクショコラ食べたらお腹痛くなったって言ってたんけど、それかな。朝一でベイク食べたあかんでって言われた今日。まゆちゃん、メロンパンありがとう。末広さん、メロンパンありがとう。アンジュはきっと嘘をつけない人格なのよ。多分なんか出ちゃうんやろうな、アンジュは。人狼の毎回の楽しみは最初の自己紹介。ほんまや、考えとこう。マイティを人狼と思ってなくて、最後マイティ裏切ったみたいな感じやった気がするわけ。そうや、そっか、狂人は人狼側で、あ、そう、若菜がマヨが人狼じゃないと思ってやっちゃったら、マヨが人狼やったっていう。そう、これ厚紙なので大丈夫です。ご心配ありがとうございます。部数追加のまたぎ。ほんまや、マイと一緒、またぎこう、またぎしてるからいい感じ。
そう、赤ペンが、赤ペンをなくしちゃった。見える？遠いよな。これなんていう、前から見えてる画質でいけてるんかな。ちょっと画質悪くなってるかな。めっちゃ前、壁に追い込まれてる。追い込まれる？こんばんは。配信終わったら3分申し込みするね。やった。8月8パパの日。あ、そっか、パパの日ですって。ここ8月8、見て、ファンもコスプレしていいですか？楽しそう。逆に浴衣とかね、みんななんか祭り来たみたいになる。ベイク、ピピちゃんも今日の配信で好きって言ってたよ。そう、前がねめっちゃベイクハマって、何回かね愛花にあげたら愛花もハマったと思う。バイクの自動車税3台払ったらお話し会3時で取れるかどうか危うくなった。無理せんようにお願いします。3部申し込んで当たりますように。そう、さっきジャケット写真がね、しだれ柳のめっちゃ可愛かった。あのね、どっちやっけ、ケイトさんたちがおる方とお団子してる方たちの方、どっちも可愛くて。そう、キュンマートのさ、あれもめちゃめちゃ可愛かった。あの、なんてあれ、ジャケシャ、ジャケシャっていうのかな、ねえ。8日、前なんて言った、8月8日、20日と8日よく分からんくなるんですよ。そう、3部申し込んだよ。やった、ありがとうございます。めいたい。こんばんは。そう、キュンマートさんのね、めっちゃかっこいい、かっこいい、うん、いい曲。七期生でもカップリング入った子が入った子がいたんだね。ちょいと思いますね。そうなんですよ、フーアとミュウともっちゃん。そう、でもね、悔しいけどくじけずに頑張ります。床のままってなんだ、あ、これね、あのヒントで床まで言って、のこれがこう来ただけ、ごめんなさい。床のまま、そう、一部二部と一緒ってこと。わからんよね。いつかちゃーちゃんがジャケシャ、ジャケシャ乗る日来ますように。頑張ります。わあ、今来たら3部の服装発表されてる。そう、さっき書いたキュンマートの聞いた、聞きましたよ。めっちゃいい曲です。わっかなちゃん推しの子と馬娘始めたよ。え、去年1日1回無料ガチャあるじゃないですか。じゃあ、あの東海帝王出たんです。すごくないですか、無料ガチャで出た。こんばんは、悔しさを次に生かそう、応援しとるよ、ありがとうございます。頑張ろう。なんか燃えますよね、やっぱりもっと頑張らんとってなる。その日は床っぽい柄の浴衣らしい。そう、何か、まあ、
床暖房ね。そうです、まあ浴衣です。はい、浴衣です。実はじゃないな。運良きね、運使い切ったらか。そう、前ガチャ運だけはいいんですよ。結構星さんでるわ、ウマ娘に関しては。いいんかな、運。東海帝王は強いんかな。さっき育成したんですけどね、 C プラスになっちゃった。あ、ほんまに A いかへんな、難しい。なんか頑張ってもなんやろ、全部のねレース優勝してもね B プラスまでしかいかなくて、やっぱ A はむずいんかな。ファンも燃える、燃え燃え、頑張りましょう。明日打ち合わせめっちゃ緊張、頑張って。え、浴衣やった。そう、一応この日は浴衣にしようかなと思ってて、やっぱり床暖房だと思いますよね、ごめんなさい。私はもう生まれてたんです、ここまで書いてるから。まあ床のコスプレでもいけるかなと思ったけど浴衣なんです、ごめんなさい。どうしよう、キャンセルされたら。浴衣です、浴衣なんです。フローリング柄の浴衣、めっちゃシンプル。A は1回しか通った、おい、 A は1回しか出たことない。なんかコツあるんかな、 A ランク出るのって。絶対 B、 なんかね絶好調あるじゃないですか、あのやる気みたいな、やる気絶好調でずっとやって、レースもねずっと1位取っても B プラスになっちゃう。なんでやろ、スタバのいちご飲んだ、まだ飲んでへん、飲みたい。フローリングコス。そう、お楽しみに。サポートカードちゃんと育ててる。あ、サポートカードがあかんのかな。でもね、あの SSR で揃えてるんですけど、あれかな、レベルアップ、レベルもね最大にしてるんですけど、なんかあの覚醒っていうん、レベルアップみたいなのができひんくて、あの同じカード2枚引いたらできるじゃないですか。そう、あれがね当たらへんからできひんくて、サポートカードがあかんのかな。ああ、そういうことか。でもね、あ、タズナさん当たった、強いって言われてる前。アモンゴアスしようね。黒田風はかっこ NMB4879 愛かもあるし。毎日好きだよって来てる、ごめん気づくの遅かったな、やべ遅延してるもしかして。やっほー、なんか2人来た。腹痛の人来た、もう大丈夫な、アイカお腹痛なった。何回も同じカード引くとなったら課金だな。そう、やっぱ課金はねやめとこうと思って。今ふわと電話してるの、通知来るなと思った。時差がすごいんじゃん。え、でもそんなに遅れてないよって、多分あの皆さん慣れてるんですよ遅延に。ごめん、ごめんなさい、多分初見の方からしたらどこ読んでるねんってなると思うんですけど、少々お待ちください。遅延少なくなった、今日でもそんなやんな、多分今ね17分。アイピ課題終わったのって言われてんで、今日もバイト終わったのできた、お疲れ様です。バイクだけにブンブン。
ゲームガチ勢、ガチ勢来た。あ、今、あ、1分しか遅延してへんわ、今日。今日はアンジは、鉄砲隊さんの公演を頑張ってたのでね。これは遅れてない方なんじゃん。そう、多分え、最大前8分ぐらい遅延してましたよね、前。そう、でもね、ちょっとね、前は物足りひんのよそう、ちょっと遅延しな、なんか呼んだ気にならへんくて、まあ遅延してもいいなら私はもうちょっと読みたいんですけど、そう、これはもう遅れてないに等しいそう、5分遅れが基準で。仕事終わった、配信間に合った、お疲れ様。今日はほぼ平常もうどんだけいつも遅れて今日は普通やんな。いつもがあかんねんな。フチとアモングアスしてくる、後で入れて明日の練習や。前10分遅延、10分もあったっけ。でもありそうやな、前やったらゆうちゃんメロンパンありがとう。追加しようか迷ってますが、おすすめの日は、でもこの日の服めっちゃ可愛くて、あ、でもそっか、完売、うん、でもこの日の服も可愛い、シンプル大人可愛い。これも、ここもおすすめ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 全部全部おすすめ。そうでさ、なんかこの日ね、なんか応援してほしいことを応援しよう企画みたいな。いやでも、どうしよう。でもこの日は前七夕作る、七夕の紙作って名前書いとこう。ガシュベルさんケーキありがとう、フルーツサンドか、ありがとうございます。名言4分以内覚えてるんや。名言コメントが底つきました。あったな、あったなっていうか3回前ぐらいやけどさ、遅すぎてさ、コメントの底がついて、なんていうん、そう成長したな。そうだ、最近はちょっとリアルタイムで会話したいなと思って、ちょっとね早めに読んでるんですけど、なんかさちょっと物足りひんくなってきたそう、やっぱり読みたい派なんかな、前は。そう、10分遅延は昔って言っても2週間前ぐらいやけどほんまにコメントが底ついた、底ついてからが勝負。遅延しても呼んでくれるか楽しい。でもさ、さすがに10分ぐらい遅延してたらさ、自分のコメント読まれてるかも分かんないですよね逆にね。そう、まあ許してください。千代ちゃんアイスありがとう。今日なんか大人っぽくない？髪の毛巻いてるからかな。ゆるふわ今若菜から寂しいよって LINE 来た、かわいい毎日に深い話返信しました。深いればよろしくお願いします。次の夢色はコメントの遅延なくしたいですめっちゃなんか身内ネタみたいになっちゃうありやな。でも次、私はショールームでコメントが読むのが遅いと言われてしまうので、
コメントの知恵をなくしていきたいです。てててててんてんてて、いいんちゃん。あかん、遅延で焦ってるマイティが見れない、それよく頭抱えちゃうよ。やばいみたいな。すぐに話されるの好きよ。そう、多分さ、話を膨らませすぎちゃうんかな、なんかな。ちょっと逆に普通に間に合ってるのが違和感ね。なんか前も変な感じするもん。あ、さっきの話題今来たって。そう、ちょっとね、ちょっと奮発して可愛いワンピース買ったんよ。ちょっと奮発した、奮発したで。そう、もう全部おすすめなんです。はい、まとめると全部おすすめなので、けいこちゃんパンありがとうございます。そう、コメントが流れちゃうんよ。わかにゃんがいつもお話し会終わったらコスプレの写メ撮ってくれると。ね、アイカのは前の時はね、アイカの写真をいっぱいわかなが撮ってて、でもアイカ要望が多いよ。あ、もうちょっと下からとか、あ、もう一回撮ってとかが多くて、で前はアンジュと2人で取り合いっこしてた。あ、かわいいかわいいとか言って。そう、アンちゃんとずっと取り合いしてた。そうなんです。23時20分、あ、4分遅延してる今日。ちょっと反射しちゃうわ。コメントって自動で流れるんじゃないよ、なんかね。マイが止めちゃうんよ。でこれ一回止めたら多分もう終わりなんですよ。だからもうダメ。うん、マイ止めちゃってそっからもう動かんくなるから、ごめんなさい。急に大人になっちゃってちょっとさ。そこ寂しがる。そう、今どこってなるんよね。子供の頃は短冊に何書いてたのか覚えてますか？幸せになりたい。うん、多分幸せになりたいって書いてたと思う。わあ、まいちゃん。わかにゃー。わかにゃが来た。いっぱい来てくれるやん今日。さっきふうわとあいかも来てくれて。アモングアースしてんの？アモングアースしてんの？アモングアースしてんの？じゃあ11時半ぐらいになったらコメントちゃうわ、ギフト読み始めようかな。マキちゃんお花、なんやこれ、カエル違うな。ブーケか、ありがとう。わかにゃんハートじゃないな、星ありがとう。そう、前わかにゃんのね、ギフ、わかにゃんのショールームで一回めっちゃ星を投げたんよ。じゃあ一回ね、2位ぐらいまで上がれた。ちゃわ、4位かな。そう、でも最後落ちちゃった。マイティ全然知らないファンの方でもすぐ喋れる？うん、多分喋れると思う。多分。どうしよう、急に人見知り出たら。人見知りじゃないのに急に人見知り出たら。我がにゃレインボースター投げてる。わかにゃわかにゃ
わかにゃわかにゃ。わわなんだわかにゃんじゃなくてわかにゃって言っちゃうんよ。コロニャーコロニャーコロニャーニャーコロニャーコロコロニャー。いやほんまにマイとねわかなのやりとりってほんまにこんなんで、コロニャーおはようニャーコロニャーニャーコロ何してんの、ご飯食べてるニャーみたいな。ほんまにもうスクショして見せたいぐらいほんまに変な会話ばっかしてる。私わかんない、なんでなんかサイン乗ってる。わかなに前ホワイトボード書くの。いいよにゃーわかにゃ、ジャケ写のワカニャめっちゃ可愛かった。にゃーにゃー、これだ、この時差だ、28分。なんかうんこれぐらいがいいね、時差がすごいよ。まいちゃんいつもこんなん。わかにゃんこの時差で寂しがってたら10分超えの時耐えられんよ。お前もう多分皆さんね体勢がついてるんですよ。7月18日と8月7日の服装のカッコの中は、あここは18は肩出し、8月7日はあのメイドさん帰宅後設定、メイドさんが帰宅後のパジャマ。ようわからん設定やけど、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。じゃあランキング待ってなあ、3位におる、ゴロニャーが3位におる。いいよ、書いてあげようじゃないか。ではランキングを読んでいきたいと思います。では13位、カツラさんありがとうございます。12位、清文さんありがとうございます。そして11位、残卓さんありがとうございます。そして10位、リュウジさんありがとうございます。そして9位、まゆちゃんありがとうございます。そして8位、まきちゃんありがとうございます。そして7位、すえひろさんありがとうございます。そして6位、ゆうちゃんミュツありがとうございます。そして5位、ゆうすけさんありがとうございます。にゃー。そして4位、ガシュベルさんありがとうございます。そして3位、すみのわかなちゃんありがとうございます。ちょっと待っててね、書きますね。すみのわかなちゃんは誰推しなんですか。あ、私推しなんですか。ありがとうございます、嬉しい。なんやこの茶番。3位ゴロニャーさん、あ3位ゴロニャーさん、ニャーゴロニャーゴロ、合言葉はニャーゴロニャーゴロ。
ありがとうございます。あ、隅の若菜さんですこれ。初めてやで、書いたんメンバーに。にゃーころ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 。ありがとう、わかにゃ、見てくれて。適当じゃないよ、ちゃんとアイコ持ってる。にゃーころにゃーころ。そしてそして。に、ちよちゃん。ありがとう。わかにゃ、ちょっと待っててな。そしてちよちゃん、無言タイムに、ね、ちよちゃん、なんか仕事場が変わったって言ってたので多分しんどいと思うけど頑張ってね。ありがとうございます。ピース、なんかこの時のポーズ欲しいな。ありがとう。そして栄えある第1位がゆいとくん、ありがとうございます。毎日毎日ほんまにほんまにありがとうございます。16日っていつや、しあさってか。超絶可愛いのお話し会まで残り3日、待ってます。寝坊しないように。ありがとう、いつも指ハート。ありがとうございます。これスクショしますか皆さん。でもね、今日ブログにねこの3部の服装書いたんですけど。はい、ちょっと映りたかった。いただきました、申し訳ないです、汗。我がには気遣いができるんですよ。気が使える女の子ナンバーワン、いやナンバーツーかな。嘘、マカニャはほんまに優しいので。ありがとうございます、ニャーゴロさん。グループお話し会って、そうなんですよ、グループお話し会って、あのそうなんですよ、こう釣られる可能性があるわけじゃないですか、ファンの方には。ちょっとね、前も釣れるように頑張らないと。釣れるように頑張ります。配信ありがとう、ありがとうございました。ほんまや、さすが選ばれし者。ナンバーワンはマイティですね。いや、わかにゃんは気が使える女子ナンバーワンです。いい子なのでよろしくお願いします。うちの隅のわかなを。ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。
今日は自動的に切れへんのか。ありがとうございました。三次受付もよろしくお願いします。今切ると思ったでしょ。まだ切らないんですよ、それが。嘘です、切りますね。バイバイ、おやすみ。